過激派組織イスラム国による日本人人質事件について政府の対応が適切だったと答えた人が37%適切だと思わないと答えた人は27%だったことが ANN の世論調査で分かりました調査はご覧の方法でおととい昨日の,の2日間行われましたまず安倍内閣の支持率は前回の先月の調査よりも5.3ポイント上昇して 50.9%と5ヶ月ぶりに5割を超えましたまたイスラム国の人質事件に対する政府の対応について適切だと思うと答えた人は37%適切だと思わないと答えた人は27%になりましたさらに自衛隊が海外で相手国の了解を得た上で日本人を救出できるようにすべきと思うとした人が42%だったのに対し 思わないと答えた人は37%となりました。